三重県立桑名西高等学校は三重県桑名市に位置する三重県立高等学校。全日制の家庭に普通科を設置している。校舎は桑名市、グラウンドの大半は四日市市に所在する。通称は桑西である。高校教育が青年期あるいは成人への橋渡しを担っていることを自覚し、生徒が自らの生き方を考え、 自らの意志と努力によって自己実現を図るように指導します。生徒が学校生活を通して自らの生き方を実現するために必要となる力を幅広く獲得するよう指導します。生徒集団の諸活動が一人一人の生徒に与える教育的効果を高めるためにこれらに積極的に参加させ他者との共同や交流によって社会性と主体者意識を育てます。 生徒たちが生きていく今後の社会は人権、環境、平和の3つの課題がいよいよ重大なものとなってくるという自覚を持ち、本校教育のあらゆる場面で取り組みを進めていきます。軟式テニス、柔道、サッカー、公式野球、卓球、公式テニス、バレーボール、陸上競技、バドミントン、剣道、バスケットボール、山岳スキー、カヌー飛服、 作動、美術、コンピュータ、演劇、吹奏楽、書道、稼働、調理、音楽、放送、ESS、イラスト人権サークル、ダンスサークル通学時間下工事には、大山田団地、暁学園前駅、ネオポリス方面のスクールバスが運行される。自転車は、桑名川坂道の途中に、四日市側は、武道館裏に駐輪場がある。学校周辺は、 急な坂道で以前生徒が運転する自転車が地元住民に衝突する事故が発生したため生徒は学校周辺の一部区間自転車に乗車してはならない。桑名川の階段は建設業に就職した卒業生が制作したもので階段の段と段の間隔が広く不当間隔であったため後に改修工事が行われた。桑名市と四日市市の境界にあるため 桑名警察署と四日市北警察署で、諸葛警察署が異なる。ありがとうございます。